よいしょ。でもあっちの方棚に置けるやつってもっとあるから、もうちょっとキャラクターいるのかな、これって。もしかして、あ、でもそうだよね、あの幽霊旦那さんとかまだだもんね。キャピドラが見つかったダンスね、誘拐でなくてよかったダンス。まあまあ そうだねそれはそうだね。うん、宝石返してよーはメットさんかな。持ってんのはメットさんだから、メットさんのとこに行かないといけないんだよな。まだルミコさんに渡してないはずだから持ってるはずなんだよね。あ、ちょ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 、カエルゲット、こんなところにカエルがいると。失礼。ルミコにやろうと思ってよ、全財産はたいて買った宝石だぜ。まあそういう理由じゃしょうがない、お互い惚れた女に弱いってわけだ。だがよ、はいそうですくって返すわけにはいかねえ。そうか、なるほど。メットさんに直接持ってってもダメなのか。ルミコさんか、じゃあ。あるとしたらルミコさんだよね。邪魔だな、看板。宝石、あ、そういえばあいつが私にプレゼントがあるって言ってたな。どうせなら宝石くらい欲しいやせな。メイヤーさんに行った方がいいのかな。メイヤーさんじゃないと思ったから先メットさん行ったんだけどな。返してと言われても困るのである。そうか、うん、チビタとかに渡したらいいのかな。宝石以外のものがあったらいいんかもしれんけど、宝石とかってそんな。でもママの宝石が欲しいわけやからな、そもそもね。盗難です、大変だす、危険の匂いがします。またそんな。聞いてみる。お願いします、我の願いを叶えたまえ。宝石を返して。おー、すげえ。やっぱそうだね、メットのうちに行かなくちゃ。そうだよね、後でいいか。
ありがとう。じゃない、上だ。あらびきさんいらっしゃい、ちゃおちゃお。どうだ。来たのか、僕はルミコにプレゼントしようと思ってよ。全財産はたいて買った宝石だがな、ママの形見じゃ仕方ねえよな。ほら持っていけ。ありがとう。え、なんで急に心変わりした？綺麗な宝石を目とから受け取った。その代わりと言っちゃなんだけどな、僕ら。あとで俺っちの頼みを一つ聞いてくんねえか。いいよ。そう来なくっちゃな。じゃあ俺っちはここで待ってるぜ。キャッピーが待ってんだろ、早く行ってやれよ。めっちゃイケメン。ありがとう。寝てていいよ。めっちゃイケメン。ありがとう。マジでありがとう。心変わりした。圧倒的感謝。食べ物がないんだな。いや、マジで食べ物。あれ、バーヤがまたお外におる。何してんのバーヤ。どなたか存じませんか。ごきげんよ。またボケてんのばあちゃん。ばあちゃんまたボケてんじゃん。綺麗な宝石を置いた。よかった。誰？ポッコルだよ。何しに来たのよ。ほっといてよ。綺麗な宝石持ってきたよ。よかった。ママの宝石だ。よかった。取り返してくれたんだね。ありがとう、ポックル。よし、やったね、ポックル。そうだ、心配がけちゃった。パパに謝ろうっと。うん、それがいいよ。謝っといて。パパ起きてよ。パパギャッピー、パパかわいい。心配かけてごめんね。そんなことはない。いくら島がマネ不足とはいえ、カレンの形見の宝石を売ってしまったパパが悪いのである。ある、宝石はどうにかするから待っててね。あれ、よかった。宝石ならポックルが返してくれたよ。もう平気だよ。ありがとうであるのだ。いいえ、さてと、ザ仕事もしたし仕事に行くか。その前にお腹が空いてやばいのであるな。ほんまに食べ物がないのであるだが、なぜであるか。食べ物が一切ないのである。
やっぱ食べ物がないぞ。これなんかあるな。なるほどな。どうか。ねこれせ。てこれちょっとできなきゃ。宝石を渡ししまったけど、俺っつの勝負忘れちゃ困るぜ。勝負？勝負ってなんだ？男だったら俺っつ勝負しな。何の勝負？三連勝。おーほー、なるほど。オッケー、わかった。明日な。お、そう来なくっちゃな。よし、じゃあ準備はいいか。今ちょっと今はまだ待って。じゃあ俺ちゃんここで待ってるからな。オッケー。店行ってみようか。食べ物ゲットできるかな。食べ物がないんだよどこにも。店開いてるかな。そう、食べ物がないんだよね。せめて道中にも会ってくれたらいいけど、道中もないんだよね。店は開いてる。買えるかな。いらっしゃい。買えそう。あれ？ハンバーガー600万円。これちょうだい。あぶねえ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 。キノコとかもどこにもなかったのちょっと焦るね。店が開いててよかった。危ない。あ、生えてる。あいつ出てこねえないから。あ、キャッピーだ。おはよう。ありがとう。でも、なんでポコルが、ま、私のママの宝石知ってるの？まあ、それはちょっといろいろありまして。あ、危ない。ほんと危なかった。当分入らなさそうだ。あと2日以上はかかりそうだな。了解よ。あ、そろそろ寝ろと。いやー、ほんとやばかった。ハンバーガー買えてよかったわ。マジで危ない。タオだ。